洪水型兄弟子祖神話とは、洪水から生き残った兄弟が結婚し、地域の子祖となったという沖縄県、中国西南部、台湾、インドシナ半島、インドネシア、ポリネシア諸島などに伝わる神話である。いずれの地域でも共通したモチーフとして、洪水によって住民のほとんどが全滅した後、二人だけ生き残った兄と妹が死にを図って公開し、 新たな住民の祖となるという内容が語られる。また、神が人間の悪行を今めるために、油を島に降らせて島を全滅させ、残った兄弟で島を再建したという話もある。これらの神話はその内容の展開においていくつかの違った類型が見られ、特に兄弟の公開の結果生まれたものの形状、真意を図る方法などの点でさえが見られる。 沖縄地方に伝承されている兄弟子祖神話は沖縄県全域に広まっているが、この沖縄の伝承は中国文化と環太平洋文化、日本本土文化が集合したものだという指摘がなされている。また、例外的に与那国二島では洪水で生き残ったのは兄弟ではなく母子の関係として語られている。石垣島などでは特に 生き残った兄弟が神に命じられて、井戸や池の周りを巡る伝説が語られているが、この物巡りの行動は、近親相関のタブーを解消するための、清めの儀式であるという指摘がなされている。与論島に伝わる伝承では、仲の良い兄弟が小舟で、海の上を進んでいると、海の真ん中で意に船が引っかかり、そこが、だんだん浅瀬になって、ついには島になった。 兄弟は島を作った神に感謝し、家を建てて暮らしていたが、庭の白鳥が神戸しているのを見てその真似をしているうちに多くの子供が生まれて、島が繁栄した。このような直接洪水があったかどうかが明示されていない、説話においても、島という洪水的国土の描写からかつて大洪水があった背景を想定して、洪水が他兄弟大蘇神話に数えられる場合がある。また、 奄美大島達号町中ガッチなどでは、津波や洪水ではなく、戦乱によって、兄と妹の二人のみが生存し、あえて結婚したという伝承も存在する。大雨、または津波からの生き残りの、人の世界の原夫婦は兄弟でなければならないという、兄弟子想の伝承は、沖縄のおなり神信仰の基調をなすものだったと、考えられる。 洪水によって全滅した地域の中で生き残った兄弟が住民の祖となるという大まかな展開は共有しながらも、その細部において地域によって様々な際が見られる。洪水によって生き残った兄弟が子祖となるにあたり、近親相関のタブーを意識し、神占いの可否によって兄弟の身で夫婦になっても良いかどうかを問うというものがある。 山頂から二つの石臼を転がして重なり合うかどうか、または山上で煙を立てて二つの煙の末が交わるか、どうかといった方法などで占うもので、西南中国、インドシナ半島の所属などで見られるが、臼や煙を用いて占うという説話は、沖縄では見られない。沖縄本島、宮古島、八重山諸島においては、神の意志や命令により近親相関を、 命じられるといった展開がなされる。肉塊氷炭、水生生物が生まれてくるパターンが見られる。中国雲南省の遺族では、兄弟の公開の結果手も足もない肉塊が生まれ、それを二人で切り刻んで、山の上から巻いたら、その肉塊の破片の一つ一つが人間となった。宮古諸島タラマ島のウナゼウガンに伝わる伝承では、大昔におつはによって、人が絶え、 生き残ったうなぜえ兄弟が仕方なく、夫婦になった。最初に生まれた子は、社古街だったが、やがて人間の子を産み、それから子孫が栄えた。台湾の阿弥族に伝わる神話では、洪水の後に生き残った兄弟が公開した結果、魚類とカニの先祖のような生き物が生まれ、それを海に捨てた後で、月に伺いを立てたところ、二人の間にむしろを挟み、穴をうがって交わることを示され、 それに従ったところ、普通の子供が生まれた。桜井光朗編集、神と仏、仏仏教授業と、神仏集合の世界、福田明、兄弟婚姻館の行方、神と仏の狭間から、春秋社、2000年17万4 1 8八0から18万1191ページ、枠紙元沖縄民族文化論、祭祀、信仰、三竹洋樹書林、 2000年140ページ、蘇我部一行、兄弟子祖神は最高生まれいずる者を、中心として、常民文化第30号、成城大学大学院文学研究科、日本常民文化専攻、2007年1から31ページ、2016年10月23日、閲覧。枠紙元沖縄民族文化論、祭祀、信仰、三竹洋樹書林。 2000年447ページありがとうございます。